えっと,んん、えー、とね今日はねあのハードボイルドについてちょこっとだけあのお話し,しようと思うんですけどあのねハードボイルの定義とかどんな作家がハードボイルドって言われるのかとかどんな作品がハードボイルドと言われるのかとかまあい,いろ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 あるんですけどうんちくが。 では昔はもうハードボイドって言ったらもうダシール・ハメットとあのアーネス・ヘミングウェイぐらいのことを言われてたんだけどもう今なんかすごいいっぱいあって日本にもいっぱいあるし海外にもいっぱいあるしみたいな感じですよねちょっとね見てみると面白いかもしれないウィキペディアとかすごい詳しく書いてあったそれでねあのこれねこの間の138番か あの、一つのジャンルに、一つのジャンルに複数のジャンルを混ぜて書こう。そうすると、小説は面白くなるんだよっていう話をしてたんですけど、それの、それを、あの、ちょっと、ごめんピンと上がらない。それを、後で見てみたら、 ここにハードボールってていいう言葉がついてますよねそれでそのこの次の反対反対いっちゃったいやこの次のあのマちゃんのやつにもやっぱりハードボールドってついてるんですよねちょっとピンとはないけどでこの花のやつ6万字のやつこれもねハードボールがねちゃんと入ってるんですよそれでその次のやつにもね 入ってるんですよ。だからね、私の言う、自分で言ってる、ハードボイドの定義っていうのは、多分ね、他の、あの、社会の人たちが言ってるのと多分ね、意味が違うと思うんですよ。でね、私が言う、私が言うハードボイドっていうのは、とにかく、あの、一番、あの、単純に言えば、警察が出てくる これ警察も出てくるんですよでねこれもねやっぱり警察も出てくるんですよ。それでこれはね警察出てこないんだけどこれは出てくる警察出てくるやっぱり。あのねこれはね警備員がいっぱい出てくるあのコンサートホールのシーンがあって。だからね警備員でしょ警察官でしょあと何だろうそういうのが出てくるとねハードボイルにするのにすごい簡単。 だからねこれなんか6センチしかないのにこんだけジャンルがコロ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 変わっていくでそれがすごい成功してるあの小説なんだけどここに警察がダダッと振りあの踏み込んでくるんですよ10人ぐらいかな ?10 人ぐらいあのドアを開けろーみたいな感じで。 あののでで主人公はどっかにもう逃げちゃってるんだけど彼女の方がまあ彼女が主人公なんだけど彼女の方が家にいてそれでなんかガタガタここでガタガタありましたよ。というような警察的なシーンをドラマの中に入れるとあのすごい引き締まるんだよみたいなハードボールの。 だからね、ハードボールとかね、こういうジャンルをね、一番最初にやったやつはね、やっぱりすごい。あの、ダシールハメットっていうその作家そういう、なんか物事を一番最初にやったやつっていうのは、やっぱりね、何いろいろ、まあ、いろんなことに、そういうことがあるんだけど、あのね、それ、私、 私がこんな,なんか毎日そんな情緒不安定なのに毎日こんなパカみたいな YouTube しってるっていうビデオをいっぱい撮ってるっていうのもあの文学についてこれもやっぱりね私はねあの大義一人者になりたい。でね今ねちょっと考えつかないんだけど一番最初にやったとにかく一番最初に何でもいいから一番最初に何かやろうよ創作の。 なんかね、何か自分が初めてやったジャンルとか初めて書いた小説の形式とかあの初めてやったそのミックスメディアその小説とあの私みたいに小説とあの YouTube やってますよミックスしてますよ。で他の人だったら音楽とその小説ととかなんとか。 それで新しいものを映像とか映画、映画にしたりとかゲームと映画と混ぜて作りましょうとかとかね、なんでもね、一番最初にやったやつがね、偉いんですよ。そうそうそう。これも警察が出てくる。警察好きなんで基本的に。あの、私ね、パトカーが好きなんですよ。シルバーじゃなくて。だからね、よくね、パトカーが出てくる。 パトカーに捕まって、どうとか言う、あと交番のマナーさんに捕まって、で、パトカーに乗せられてあの、病院に連れて行かれるという、これね、私が今ね、ま,まだ頑張って書いてる、視力ゴール私の新作なんですけど、あのね、今日ね、あの、さっきね、あの、お料理をしながら考えてたら、考えてたら、今日はじゃあもう落ち込んでるから、ハンドボールで行こうと思って、ちょうどいいかな。 ちょうどいいぞって思って。でね、よく考えてみたらね、この作品はね、かなりね、ハードボールドなんですよ。で、この、まゆこちゃんっていう、その、やくたの組長の娘が主人公で、それでね、あの、この子、やっぱり、ああだこうだ、ちょっと待ってね。あ、そう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 。 それでなんかその女子校の同級生がマヨカのことをヤクザの娘だっ知らずにあの手を出してきた手を出してきたからマヨカはそいつが気づくより前に地面に倒してそいつが気づくより前に冷たいナイフを首に当てた当ててやったというシーンがあって。 でこれなんか結構若いその高校生の女の子がこういうの,あの高校生の女の子が出てくる小説っていうと大体やっぱりキャーキャーあのうるさいのが多いんだけどこれね武藤が教えてもらったんだよみたいな話があったりとかその この子だからねそういうことをしたんで,で定 3, 3週間定学になったんだよって話になってで校長室に呼ばれてそれで学校にはその武道を教えてくれるというその拓馬さんっていうその同じ組のお父さんの組の師匠が来てくれてそしたら今度校長がなんかこういう時にねあの親が出てこないっていうそういう親も出てこないような親だからこの子になったんだ。 拓真由加はぶつくしたさんが拓真由加ちゃんの方を向いて彼女は彼に微笑んだ彼が正気を失うのがその目で分かった組長はこういうところに出るとそちらのためにならないとおっしゃっていると言ってここ暑いですねと言ってジャケットを脱いだ下の半袖ででね校長はねこの人たちがヤクザだってこと知ら,ない知らなかったんですよ そしたらねその下の半袖で腕に彫られた絵が現れた真由毛の好きな牧祭式の友禅の花鳥風穴拓磨は校長にそれではまた3週間後にと挨拶した校長は背も高いバテのいい彼の後ろ姿を見送ったで真由毛は校長に不敵な笑みを見せたそして拓磨と共にこれはねやっぱりねよく考えてみたらね「ホードポルトホードポルトなんですよ」 この小説、あのね、全体的にね、ハードボールズなんですよ。私ね、もうこれね、まだ、かん、あの、頑張って書いてますけど、あの、ハードボールズ、自分が落ち込んだ時に、ハードボールズ書くのってすごい難しくて、なんかもう、あの、全然ね、あの、アイディアが出てこないんですよ。だから、まあ今日はハードボールズの話だよと。 こういうところにちょっと挟むと、作品にメリハリがつく。メリハリメリハリがつく。それでまた、あの、普通に戻っていくんですよ。これですぐ。これなんか S F な SF なんですけど、もう、やっぱ最初だけ、最初だけハードボードで、あとはもう普通の本当に SF のほほんとした SF なんですね。 で、これも、やっぱり、あのこ、ここだけ、ここだけ違うここ、ここと全然違うここ,ここだけ違うだから違うジャンルを混ぜるハードボールを混ぜてあげるかんこれはね、すごい簡単、ここもやってるけど、あのね、<laughs> ハードボールを混ぜ,混ぜてやるっていうのは、引き締まる。大体真ん中、大体真ん中ですよね。 これはねすごい引き締まるあのせこいテクニックなんだけどもうガッとここでガッと読者をつかむから読者が飽きない最後までいくそれを皆さん本当にやってみてください本当に面白いしあの効果がすぐあるからちょっとだけでいい本当にねあのちょっとだけでいいから 警察を出すのが一番簡単だけど、どんな形でもいいから、あの、ハードボールドをちょっと調べて、あ、こういうのがハードボールドなんだな、と思ったらやってみる。作品の一部でいい。本当に、このぐらいの文字だったら、本当にあの、0文字とか、ちょっと挟むだけで全然違うから、あの、やってみてください。ということで、今日は落ちててすいません。また明日。